ヘレニズム哲学は西洋哲学の一時代でヘレニズムの時代にアリストテレスに続いて発展しネオプラトニズムの始まる時期に終わりを迎えた。ヘレニズム時代とはアレクサンドロス3世の死後からローマ帝国による地中海世界統一までのヘレニズム諸国が存続した期間を指す。まず、 自然に即した生を実践するキュニコス学派、徹底的な現象主義と刹那的快楽主義を説く、キュレネ派、論理的な正しさを追求したメガラ学派といった常識を攻撃するような思想を持つ学派が、ヘレニズム時代はじめの混乱期に交流した。しかしその後長きにわたって栄えることになるのは、それらより、恩健なプラートン学派、エピクロス派、ストア派の三学派であった。 これら三学派の根城、つまり、プラトン学派のアカデメア、や、エピクロス派のエピクロスのソノ、ストア派のストアポイキレは全てアテナイに存在し、紀元前三世紀のアテナイは、諸国から哲学を志す者が集まる哲学の最大の中心地であった。一方、アレクサンドリアでは、数学や天文学、医学、文献学といった文化された学問が発展した。 紀元前2世紀以降は、ローマの勢力が拡大するとともに、哲学の拠点が拡大し、アテナイは、かつてほどの求心力を持たなくなった。一般的に、ヘレニズムの時期に生まれた哲学は、個人主義、世界市民主義的傾向が、色濃いと言われる。また、ヘレニズム期の哲学は、反地勢の強情主義へ堕落しているとか、プラトンやアリストテレスより、 骨ななどといった評価がなされる,こ,ともあるこういった言説のように時代背景に基づいて評価し、さらにその価値を貶めるといったことがヘレニズム哲学に対してかつて非常に頻繁になされてきた。ヘーゲルも以下のように述べている不幸な現実の中にあって人間は自分のうちに引きこもり、世界のうちにはもはや見出し得ない統一をそこに 探し求めねばならなかった、ゲオルク・ビル・ヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル、哲学史、講義20世紀半ばからは、こういった否定的な評価が払拭されていった。また、ヘレニズム哲学に対して、オリエント地域の思想が影響したという主張がかつて、盛んになされたが、これも、会議主義のピューロンに対するものを除けば聞かれなくなって、おり、 古典期のギリシア哲学との関係を重視して研究がなされるようになっている。ピタゴラス学派はピタゴラスが展開した哲学・学問体系のことで、より後の時代に生まれた思想であるヘレニズム期の哲学体系のほぼ全てに影響を与えた。やがて、ピタゴラス思想の二つの派閥が発展したが、 一方は数学に強く基礎づけられていて、その科学的研究に連なる系譜を維持したが、もう一方はピタゴラスの思想の秘境的な教えに重点を置いた。だが、二つの学派は思想をある程度共有しても置いた。古代ギリシアにおいてソフィストは教師の一種で、主に政治家や貴族の子供に荒れて卓越性。 つまり美徳を教えるための道具としての哲学や習字を専門とした。キュニコス学派は、禁欲的な哲学の学派で、紀元前4世紀のアンティステネスに始まり紀元後5世紀まで存続した。彼らは自然と一致しつつ、美徳の生活を送るべきだと信じていた。つまり、彼らは、富や権力、名声に縛られた生活を拒絶し、 物を所有することのない生活を送った。メガラ学派は、弁償学派とも呼ばれ、様々なパラドックスを考えて、論理学的な施策に先進した。キュレネ派は極度に、快楽主義的な学派で、紀元前4世紀に、キュレネのアリスティッポスが創始した。キュレネ学派の人々は、快楽、特に刹那的な満足を最も良いものだと考えた。 キュレネ派は100年ほどの間により温恵なエピクロス派の競技にとって変わられた。プラトニズムはプラトンの哲学のことでプラトンの弟子たちによって維持、発展された。その中心的な概念はイデア論で超越的で完璧な原型が存在してそれに対応する日常的な個々のものは原型の不完全な模造に過ぎないというものであった。最高のイデアは 全のイデアで存在の源泉であり理性によってその存在を知り得るとされた。初期のアカデミア派が数学的な存在論体系を構築しようとしたのに対して紀元前3世紀にアルケシラオスが会議主義を採用してこれがこの学派の中心競技となった。ヘレニズム時代の核学派の間での活発な議論において この会議主義を採用したアカデミア学派が非常に大きな役割を果たした。彼らの批判に応答することでストア派やエピクロス派が自説をより精緻なものへと発展させていった。後に、紀元前90年にアスカロンのアンティオコスがストア派の要素を追加して会議主義を放棄し、同時期にアカデミアが戦火に焼かれることで中期プラトニズムの時代が始まった。 紀元後三世紀には、東洋的神秘主義を採用することでプラトニズムは、ネオプラトニスムに進化した。商用学派は、アリストテレスの哲学を維持、発展した哲学者たちのことで、彼らは、ものの究極的基盤を理解するために実験をする、ことを主張した。 人生の目的は嘘くな行動から来る幸福で、嘘くな行動は超過と不足の間にある重要を保つことからなるとした。ピュロン主義、つまりピュロン的会議主義は、紀元前3世紀にピュロンが始めた会議主義の一学派である。紀元前1世紀に会議主義的傾向が弱まりつつ、あったアカデメイア学派を批判したアイネシデモスが復興した。この学派は、 アタラクシア、つまり平穏な心を得るための世界についての完全な哲学的会議主義を主張し、また、まだと証明できるものは何もないから、判断を差し控えなければいけないと断言した。アイネシデモス以降のピュロン主義者たちが、スケプティコスと自称したことからスケプティックという言葉が生まれた。エピクロス派は、紀元前3世紀にエピクロスが始めた。 エピクロス派は世界を神に干渉されることがなく偶然に支配されるものだとみなした。エピクロス派は苦痛がないことが最高の快楽だと考え素朴な生活を主張した。エピクロス派は起源後三世紀に両学派とも滅びるまではストア派の主なライバルであった講述するストア派と違い、エピクロス派では海ソ、エピクロスの時代にすでによく整った。 哲学体系が構成されていたが、後の代に至っても学派内で活発な論争が交わされた。キティオンのゼノン、ストア派の創始者ストア派は、紀元前3世紀にキティオンのゼノンが創始した。キュニコス学派の倫理思想に基盤を置いており、人生の目的は、自然との調和のうちに生きることだと説いた。また、破壊的な欲望に打ち勝つための手段としての自精心。 不屈の精神を主張した。紀元後三世紀に滅びるまでは最も栄えた学派であった。シソゼノンの提示した学説は大まかなものに過ぎないものであって、後代の学徒たちがアカデーアからの批判や学派内での総合批判を経て、キケロを共担せしめた、精緻な体系を生み出した。折衷主義は一つの教義だけを採用するのではなく、 既存の哲学的信念のうちからその教義が最も合理的だと思えるものを選んでくるような哲学体系である。折中主義の最も著名な支持者はキケローである。ヘレニズムユダヤ教はヘレニズムの文化、言語のうちにユダヤ教の宗教的伝統を打ち立てようという試みである。その第一の代表者はアレクサンドリアのフィロンである。新ピタゴラス学派は ピタゴラス学派の学説を復活させた学派で、紀元後1世紀及び2世紀に顕著であった。ギリシア哲学に宗教的要素を乗っ取らそうと試みた。具体的には、魂を浄化するために、金欲生活を送ることで神を崇拝し、身体的快楽や、あらゆる感覚的刺激を無視した。また、クラウディオス・プトレマイオスがピタゴラス派の音楽理論を継承している。 ヘレニズム・キリスト教は、キリスト教とギリシア哲学を調和させようという試みで、2世紀後半に始まった。アレクサンドリアのクレメンスのような人物が、特にプラトニズムや、当時新しく起こってきていたネオプラトニズムを引き入れて、キリスト教に哲学的な骨組みを与えようとした。ネオプラトニズム、もしこう言ってよければ、プロティニズムは、紀元後3世紀に、 プロティノスが創建した宗教的、神秘主義的な哲学の学派で、プラトンやその他のプラトン主義者の教えを基盤としている。存在の極致は万物の根源である一社つまり、善だとされた。美徳と瞑想によって、魂は力を得て、自らを上昇させ一社との合一に至るとされ、またこのことが人の真の目的であるとされた。 ネオプラトニズムは6世紀に滅びるまでは、キリスト教の主なライバルであった。ヘレニズム哲学に先駆けてプラトンが、手相手トスで知識について論じているが、これが起爆剤となって、それまでギリシア哲学であまり論じられなかった認識論が発展した。エピクロスはプラトンが帰却したはずの感覚を、復活させて知識と同一視した。 感覚ないし表彰が誤り得る。例えば四角い塔が遠くから見ると丸く見えるといった。反論に対してある感覚が起きていること、例えば塔が丸く見えていることは疑えないと主張した。このように感覚自体は誤り得ないものであり、判断を付加した時に初めて誤りが生じると彼らは考えた。ストア派は手相テトスにおける。 老板の比喩を活用して認識論を組み立てていった。表彰のうち確実にまであるものが同意されて把握的表彰となり、把握的表彰がさらに把握され完全に統合されることで知識になるとゼノンは考えたとされる。そして表彰が確実にまであると人間が判別できる根拠としてあらゆる個々のものには、 固有性が備わっているという考えを持ち出した。また、ストア派は、行為や、感情の起源である、意欲も表彰に対する同意と考えており、認識論が倫理学と一体となっていた。ピュロン的会議主義派では、まず初期のピュロンやティモンは、ヘラクレートスのルテン説によく似た考えを持っていて、 客観的世界の無差別性に基づいて、人間の感覚や判断は不確かだと主張したとされる。さらにディオゲネス・ラエルティオスの伝えるところによれば、ピューロンは、プロタゴラス的相対主義の影響下にあったという。あとに、ピューロン主義を復興したアイネシデモスも自らの哲学を、ヘラクレートス哲学に通じる道だと述べた。こういった、 ヘラクレートスのルテン説やプロタゴラスの相対主義に反対したはずのアカデミイア学派もピュロンたちと同じく会議主義へ行き着いた。ソクラテスの無知の知の精神や手相テトスにおいて知識の定義の試みが余すところなくついている事実が彼らを会議主義に向かわせたと言われる。 感覚的経験から知識を獲得しようとするエピクロス派やストア派に対する批判を通じてプラトン学派は次第に真の知識とは感覚され得ないものを対象とする知識は浄化された魂によって得られるといった考えに向かうことになったヒッポのアウグスティヌスアカデミア派論博ではこうした新たな認識論が以前のアカデミア派の会議主義的認識論と 対地して紹介されている。エピクロス派は、有物論を取ると言われるがこれは正確ではない。というのはエピクロス派は物体のみならず、空気も、また、存在すると考えているからである。ただし、物体は、相互作用を及ぼし合うことができるのに対し空気は、そうでないと規定した。この規定に基づいてエピクロスは、今日私たちが物体であると考えるものだけではなく、 魂も物体であると主張した。また、虚空の中に物体が散在するという世界観に合致するものとして、デモクリトス以来の原子論がエピクロス派に採用され、物体は原子からなると考えられた。ただし、エピクロスの時代のデモクリトス主義者は、会議主義的傾向を示していたため、エピクロスは、自身の哲学と矛盾しないよう原子論を再構築した。 あとに、カール・マルクスが学位請求論文で取り扱った原子の流やれもそうした試みの一つである。魂は諸原子から構成されたものであり、魂は体と結びついている限りで存在し、体が魂と結びついている限りで感覚は生じるのであって、死んで、魂と体が分離すると魂も感覚も存在しなくなるとエピクロスは考えた。 ストア派は空虚が存在するとは考えなかったがエピクロス派と同じく相互に作用を及ぼし合うことを物体の定義とし魂や徳、神をも物体であると考えた。さらにティマイオスや法律第十巻に記されている神が世界を司っているという考えもプラトンから継承した。しかしストア派ではプラトン主義と違い神も物質であり、 感覚的世界を超越する存在は否定された。ストア派は物体と存在の外縁は等しいと考えたが、空虚場所、時間、レクトンの四つのものも何かとして成立することを認めているからである。このレクトンとは直訳すると言い表されうるものとなり、例えば、メスによって肉が切られるという文で、切られることという術語内容は、 レクトンの一種とされる。ところで、ストア派における、ロゴスイコール神は、あらゆる事物の原因であることから、自然と呼ばれ、世界を最善な状態にするべく配慮している点から、節理と呼ばれ、ロゴスの定めからあらゆることが生じることから、運命と呼ばれる。ストア派ではこの運命と後世でいうところの、自由意志との両立が模索され、人間の意志は、 万物から完全には自由ではない。逆に完全に自由だと論じる者は、自分が、世界の部分であり、人々や環境に囲まれて生きていることを、失念しているといった考えに至ったとされる。会議主義的であったアカデメア派はストア派や、エピクロス派の自然学に対する批判に終始し、自前の自然哲学を構築することはなかった。しかし、 アカデメア派がストア派の物質的な神を批判したことを踏み台として、後の時代のプラトン学派では、人間とは全く違う存在としての神が論じられた。プラトン学派に属するユダヤ教徒のアレクサンドリアのフィロンはこの流れに属する。心についてもストア派やエピクロス派とは異なって、物質とは全く違う心が主張された。 プロティノスやヒッポノ・アウグスティヌスにそうした新概念が見出せる。プラトンやアリストテレスが唱えた人生の目的は最高善つまり幸福であるという枠組みに従ってヘレニズム期の倫理学が展開された。プラトンらは最高善を快楽に還元することに反対しており、では最高善とは何かという問題が考察された。認識論で、 プラトンらに否定された感覚を採用したエピクロス派は、倫理学でも、プラトンらに否定された快楽を採用した。ただしエピクロス派は、通常快楽と見なされている、動的な快楽だけでなく、苦痛のない状態、性的な快楽も認めた。彼らは性的な快楽を身体的な、無苦痛と、精神的な、無動揺に区別し、特に後者を、史上の快楽と考えた。 エピクロスは、徳、資料、正義といったものの価値も快楽に由来すると考えたが、友愛と哲学に関しては、自体的な価値を認めており、後のエピクロス派の人々はこれらの位置づけに、不信することになった。ストア派は、親近化の概念を、倫理学の端緒とした。エピクロス派は、生まれて、すぐの動物でも、快楽を求めると考えたが、ストア派は、生まれて、 すぐの動物が求めるのは自分自身を親近なものとすることから導かれる自己保存だと考えた。さらにそれだけではなく人間は成長して理性的存在となるにつれて合致を追求するようになるとされた。そして自然と合致して生きることが目的とされた。例えば体の健康が自然に即したものとされ特に多くの価値を持つ 優先的なものとされた。また、オイケオーシスの概念より、人間は自分自身から家族や隣人というように、親近なものとみなす範囲を拡大し、最終的には全人類が親近なものとなり得ると考えられた。この考えのもと、ポリスや地区ごとに別々の正義を持つのではなくすべての人を自分と同じ地区やポリスの一員とみなす。 コスモポリタニズムの精神が求められた。ピュロン主義においては彼らが得意とする判断保留によって、ストア派やエピクロス派が求めた、無動用に至ることが見出された。そして実生活においては、現れに従って生きる、つまり、自然の必然、肉体の欲求、習慣や法といった社会的なしきたりといったものに従う、一種保守的な生き方がなされた。 知られている限りではアカデミエア派においては判断保留が無動用と結びつけられることはなかった。アカデミエア派ではカルネアですがストア派やエピクロス派の倫理学に対して体系的な批判を行った。ストア派やエピクロス派が人間の自然本性から正義や幸福を導いたのに対しキリスト教の恐怖たちのようなプラトン学派の流れを組む者たちは 人間の自然本性を超越した神から、正義や幸福を説明した。アリストテレスの明治論理学とは異なる。命題を基本単位とする論理学が、メガラ学派やストア派によって発展させられた。加減命題や様相命題の真理値、嘘つきのパラドックスや、体積の議論といった問題が考察された。ABC 混同、2011、P35 混同。 2011p39 近藤 201p35 世界史美容語集、全国歴史教育研究協議会編山川出版社2000年解約出版 ISBN 978から46億3 4 0 3万3 0 2 3渋谷大輔、光か闇かルテンの西洋哲学史地の探求シリーズ哲学思想がわかる 日本文芸者、1996年12月25日、P49 巻成人、図解雑学哲学夏目社、2001年8月30日、P44 混同、2011、P36AB 混同。2011、P37 近年でも、ヤギユージが、アレキサンダーの帝国が東西をつないだために、アジア圏のセム語族の文化が大きな波となって、 ギリシア哲学に押し寄せた。こうしてまずストア哲学がセム語族の影響をギリシア哲学の中に実現した、と述べている。また、アジアの文化では精神性がはっきりと体から独立して考えられることがないと述べ、後にストア哲学では精神は体から分離されないのであると付け加えており、ストア哲学が アジア圏の影響を受けて成立したという実説を重ねて強調している。近藤 2011P39 近藤 2011P50 近藤 2011P38 近藤 2011P38P40 近藤 2011P51 近藤 201P52 1近藤 201P53 1近藤 2011,P56 混同。2011,P58。混同。2011,P58、P59、AB 混同。2011,P60 混同。2011,P61 混同。2011,P61、P62 混同。2011,P63、ABCD 混同。2011,P64 混同。2011, P p67hatab 近藤二千十一 p 6 8近藤二千1一 p 6 9近藤二千十一 p 7 0近藤二千十一 p 7一 p 7 2近藤二千十一 p 7 4近藤二千十一 p 7 6近藤二千十一 p 7 7近藤二千十一 p 7 8近藤 2011,P79,P81。2011, P 79, P 近藤。2011,P81 近藤。2011,P83 近藤。2011,P84 近藤。2011,P85 近藤。2011,P86 近藤。2011,P86、P87 近藤。2011,P90AB 近藤。2011。2011, P90, ありがとうございます。